一般財団法人地球産業文化研究所は地球規模での資源、環境問題や国際システム、産業、経済、文化、社会のあり方についての調査研究のために設立されたシンクタンクである地球産業文化委員会を開催し、これらの問題についての政策提言を行っている。1988年12月1日に財団法人として設立され、 2012年4月1日に一般財団法人に移行した。略称はギスプリ、または地球圏。また、2005年日本国際博覧会の事前調査、計画の策定も政府から受託していた。2006年12月より2007年3月にかけて2005年日本国際博覧会協会の事業を順次継承し、3月末日の 博覧会協会の完全解散後は完全に権利、義務、事業を継承している。なお、2007年3月に実施された博覧会協会と本研究所が共催した博覧会開幕2周年記念行事の中で財団法人地球産業文化研究所の理事で博覧会協会の事務総長であった中村敏夫はこの研究所の愛称を モリコロ財団とする方向で検討していることを明言した。ディスプリは主要事業として以下の項目を挙げている。ありがとうございます。